はい、おはようございます。ただいま12時です。本日、三原シティホテルで宿泊しまして、我ながら自分の体力すごいなと思うのは、なんか一晩ちゃんとしたベッドで寝るともう全開ですね。めちゃめちゃ元気、足の重いのもギターの重いのもあんまり気にならなくなりました。なんだろう、昨日なんかウェーブ入金あったんだけど、路上ライブする前に入ってたから福山の売り上げになってしまいました。だからあれだな、名古屋と三原だけだね、1万円切ったのね、その日だけだね。でまずいいや、それは。で昨日の売り上げが2400円だから、これから240円分、クレを目指して移動します。1時10分です。あと1分で出ます。クレ線240円分だけ進めるので、秋西崎というところに行きます。なんか駅着いた途端1時間ちょいぐらい待ったんで、本数少ないっていうところを踏まえた上で、ちょっといろいろと考えながら進まなきゃと思います。まず一駅目が楽しみだなというところですね。はい、ではこれからの旅も楽しみたいと思います。はい、淳之介です。今、秋西崎に着きました。やばいですね。本当に何もないですね。コンビニさえもありませんね。こんなところで稼いでなんとかなるなんて絶対思えませんね。どうしようかなとりあえず人がいるところに行くしかないよね。さすがに自宅ご訪問とかちょっとあまりにも常識外れだと思うから、ちょっといろいろ探してみます。いやー、鳥の声がなんか癒されるな。のどかだなここはね、こんな IT 時代なんだから、もっとその駅のリサーチをしてから出ればよかったね。無人駅っすね、すごいね。これどうすんのこれ、ほんと。いや景色いいけどさ、もう何だここに住もうかなってぐらいの気分よ。マジでとりあえず今考えてるのは、次の駅まで歩く、次の駅まで歩こう。なんせほら、あの有名な芸能人たちもなんか帰れまってんで、帰れまってんだっけ、 月曜帰れマンデーだ、帰れマンデーで頑張って歩いてるから、俺も頑張って歩くよ。いやいや、ドラクエじゃねえぞ。何キロ歩くんだよ本当。今やっと半分ぐらいかな。でもこの先行って人いなかったらまた歩かなきゃでしょ。マジ死ぬ頑張りますわ。いやマジさ、冷静になっとけよって思う。こんな重たい荷物背負ってないもんね、ほんと。山道つらいもうマジつらい。竹原市に入ります。いや何これ本当、何なのこの企画俺が歌う企画じゃねえのかよ水戸黄門じゃねえぞこんな歩くのとか、本当マジ聞いてねえんだけどすげえ山道、わかるこれ、帰れマンデーじゃねえんだよ竹は。まあ楽しいけどね逆に。いやー重い、くどいようですが、片足4キロギターなど25キロです。はい。やっと山道抜けました。で、なんかね、ピーって言って、うっせえなと思って後ろ見たら、乗ってくっておじさんが聞いてくれて、いや、めっちゃいい人だった。でも、ルールで、ヒッチハイクとかそういうのダメだから、とりあえず歩いて頑張っていきます。もう、線路も見えてきたから、駅まで少しだと思うんで、そこで頑張って路上ライブします。淳之介の運命は続く。